はいどうもこんにちは、ベンベンです。今回はマインクラフトの小技、豆知識をまとめて25個紹介していきます。もういきなり早速1つ目、マイクラの建築で使われるカーペット、普通はこれが一般的だと思うけど、実はハーフブロックを浸水させて上にサンゴを置くとこんな感じでちょっと豪華なカーペットも作れる。2つ目、階段状にブロックを積むときにこんな感じで積むことが多いと思うけど、これだとレアブロックを使うときは無駄なブロックも増えちゃってもったいない。そんなときは粉雪入りのバケツを使ってこんな感じで積んでいけば、ブロックを無駄にせずに階段状に立てることができる。3つ目、水がすぐに蒸発しちゃうネザーだけど、実は畑を作ることはできる。耕した土って水がないと普通は元に戻っちゃう。でも土に戻る前に種さえ撒いてしまえば、ネザーであってもそのまま作物は育っていく。ちなみに木も同様に十分な光源さえあればネザーでも育つ。ただしめちゃくちゃ時間がかかるから、そこだけは要注意。4つ目、寝てる村人は鐘を鳴らして起こすことができるから、ベッドの隣にオブザーバーを置いてそれに鐘を設置すれば不眠症の村人を作ることができる。みんなは宿題とか仕事に追われていつも大変だと思う。なのに一方で村人はいつもすやすや寝てる。そんな理不尽に腹が立ったらこれでうさばらしをしよう。5つ目、チェストの上にブロックを置きたいけど、そしたらチェストは開かなくなっちゃう。そんな時は階段ブロックかハーフブロックを使えば、真上にあってもチェストを開けることができる。他にもガラスブロックとか透明なブロックなら開くことができるから使ってみてね。6つ目、実はマイクラの豚って空を飛ぶことができる。やり方は簡単で、豚に乗って落下しながら人参付きの棒を持つ持たない繰り返すだけ。ただし着地の直前に降りないとダメージを食らうのと、豚は死んでしまうから地面に降りたらちゃんと食べてあげよう。7つ目、豚や牛は焼いてから倒すことによって焼かれた状態の肉を落とす。食料効率が結構変わるから、繁殖とかが本格的にできるまではかなりおすすめの豆知識。8個目、村人を1箇所に集めたいときはベッドを置いてその隣でベルを鳴らすと簡単に集めることができる。ただし周りにも他のベッドがあるとばらけてしまうので、村とかで使うときは他のベッドを壊してから実践しよう。9個目、マイクラで一番速い線路はパワードレールではないって知ってた？実は置き方を工夫すれば普通のレールが一番速い。まず円を作ってこの辺を削ってこんな形にしていく。これを繰り返して連ねていくと完成。作り終わるとこんな感じになる。じゃあ実際にパワードレールと比べてみよう。後から発射しても抜けるぐらいの速さ。かっこ悪いけどめっちゃ速い。10個目、無限水源を作りたいけど水バケツがどうしても一つしかない。そんな時はまず4マス掘ってその隣にブロックを置く。そこから水を流して次は昆布を対角線上に置く。こうすればバケツ1個で無限水源が作れる。11個目、クラフトを早くする小技。クラフトって慣れてても1個1個作ると結構時間がかかっちゃう。そんな時はこんな感じで何個かレシピを重ねて作ると一気にクラフトができる。レシピによってはできないこともあるけど、よかったら挑戦してみてね。12個目、はしごを登ってる時スニークボタンを押せばその場に留まることができる。ブロックの設置とか破壊に使えるからやってみてね。13個目、キツネって落としたアイテムを拾う習性があるけど、これを使えばアイテムを実質無限に運ぶことができる。キツネに持たしてるアイテムを使いたい時は食べ物を落とすと持ってるアイテムを手放してくれる。14個目、知るだけで効率爆上がり、マイニングの小技。マイクラで鉱石を掘りに行くときはこんな風に欲しいアイテムを一つずつインベントリー欄に入れて埋めておこう。こうすることで無駄なものを拾わなくて済むし、欲しいアイテムだけを欲しい割合で回収することができる。15個目、実はマグマの中ってチェストを置くことができる。絶対に燃えると思うんだけどな。その辺の溶岩流とかで手頃に作れる隠しチェストだからみんなもやってみてね。16個目、みんな大好きエリトラ。ロケット花火を使えば半無限に飛ぶことができるけど、材料の火薬とかが意外と枯渇しがちで、できればロケット花火は節約したい。そんな人にマインクラフトには4040トリックと呼ばれる小技がある。これはロケット花火なしでできるだけ遠くまで飛ぶ技なんだけど、やり方はシンプルで、エリトラで飛ぶとき、下降するときは40度の角度で降りていき、上昇するときも40度の角度で上がっていく。これを繰り返すのがロケット花火なしで一番遠くまで飛ぶ方法らしい。最初は角度を見ながらじゃないとちょっと難しいけど、慣れてくれば自然とできるようになってくるみたいだから、これを使ってロケット花火を節約していこう。17個目、実は辞書の頭の上にあるのは帽子じゃなくて本。
18個目、スポンジを乾かしたいのに待つ時間がめんどくさい、そんな時はネザー行ってこう。19個目、実はエンダードラゴンには名前があってジーンっていう名前らしい。さらに開発人同士の会話の中でエンダードラゴンのことをシーって言っていることから、エンダードラゴンは実は女の子なんじゃないかと言われている。マイクラには性別はないとされているから公式の設定ではないんだけどね。20個目、マイクラのついで一番レアなアイテムはエンチャント本ではないって知ってた？実はエンチャント本よりも釣れる確率が低いアイテムが4つもある。まずは棒、糸、釣り竿。エンチャント本の 0.8% に対してこの3つは 0.5% でしか釣れない。そしてさらにレアな 0.1% でしか釣れないアイテムは10連イカスミ。いやいらん。21個目、突然ですが問題、これら4つのブロックの共通点は何でしょう。5、4、3、2、1。はい、正解は模様にモブの顔が入っていること。焚き火はって思った人いると思うけど、実は焚き火の中には猫の顔が隠れてる。で、実はもう一つあって、岩盤ブロック1個だと顔が隠れてはないんだけど、2つ並べるとウィザーの顔が出来上がる。他にも知ってたらコメントで教えてね。22個目、キツネは落としたアイテムを拾って使ってくれる習性があるけど、実は不死のトーテムを持たせておけば一度死んでも生き返ることができる。キツネさんかわいすぎて死んじゃうの耐えれない、マジ無理って人はいつも持たせておこう。23個目、実はダイヤモンドのピッケルよりも金のピッケルの方が採掘速度が速い。金ブロックよりもレア度が高いブロックの場合はダイヤの方が速いんだけど、基本的にほとんどのブロックを掘る場合ダイヤよりも金の方が倍近く速い。ピッケル以外でも斧とかクワとかもこれが当てはまる。ただし耐久値についてはダイヤの方が圧倒的に上で、金の耐久値32に比べてダイヤは耐久値1561もある。24個目、マイクラの噂、ネザーでベッドに寝ようとするとベッドが爆発しちゃうけど、村人たちはネザーでも寝ることができるらしい。実際に検証してみよう。村人が寝るのは夜だから夕方になるのを待ってネザーに入る。すると検証結果本当だった。最後25個目、スノーゴーレムってパッと見怖いけど、実はスノーゴーレムの頭にハサミを使うとめちゃくちゃ可愛い。こんな感じの豆知識とか小技、裏技を毎日2つ以上ショートで紹介してるから、参考になったと思ったらチャンネル登録してね。